電話しています。ブルペンの様子を確認しています。さあまず1球目、初球ボール、ボール先行です。次が3球目、打ちいっぱい、これは入っていました。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。打席には7番バッター20位ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁牽制セーフ、もう1球牽制球、1塁はセーフ。これが1球目、最初は変化球できました、ボールになります。次が2球目、打ちました、2塁へ、セカンドフォースアウト、1塁転送アウト、ダブルプレー。打席には1番バッター達也、先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。マリーンズダブルプレーでランナーなくなりました。落ちる球を持ってきました、ボール先行です。3球目は何で来るか、ストライクになります。変化球タイミング合いません、2ボール2ストライクです。3アウトチェンジ。この回マリーンズ結局3人で攻撃を終えています。5回終わって5対0 DeNA ベイスターズがリードしています。ここまでのハイライトです。2回の表ランナー1塁2塁のピンチ、ここは内野ゴロに打ち取ります。ピンチをしのぎます。外野フライに打ち取ります。先制を許しません。3回の表ノーアウト1・3塁のピンチ、3番バッター梶谷、ピッチャーの勝負球を捉えました。マリーンズ一振りで先制点を奪われます。2・3塁のピンチ、6番バッター村本、初球を叩いてタイムリー、マリーンズ1点を追加されます。その裏このチャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、このチャンスは生かせません。QVC マリンフィールドからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。桑原がバッターボックスに入ります。
を決めています。マリーンズ厳しい展開で6回を迎えています。今リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の大谷。初球、初球ボール。2球目は何で来るか。低め、これは決まった。これはどうか。サードが取る。一塁送球アウト、ワンアウト。打順は2番、石川。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。ファウルになります。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。高め外れてボール。これが4球目。インコース決めてきた。2ボール2ストライクと追い込んでいます。掴んで2アウトです。バッターは3番梶谷。2アウトになっています。高めのボール、ファウルになります。インコース打ちました。いい当たり。ここもファウルです。2ストライクです。見ています。引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。5対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。ストレートはあまり使っていません。6回の裏、追いかけるマリーンズの攻撃。バッターボックスは9番岡村。マリーンズ点差が離された6回の攻撃です。インコース決めました。ボール空振り、ワンボールツーストライクです。
インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。見逃し三振。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター一郎。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。伊能、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。アウトローを見送ってボール。一塁牽制、一塁はセーフ。マリーンズ得点はありませんでした。6回終了5対0、 DeNA ベイスターズがリードしています。西さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあ当然ですね、あの状況を考えるとね、もうこれ以上失点できないですよ。本当にそうですよね。アウトを取りました。バッターボックスは5番ロペス。先ほどの打席でヒットを放っています。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。見送っています。あっという間に2ストライクです。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。
ツーアウトランナーありません。初球ボール、これが2球目、変化球が決まりました。これが3球目、ボール、打ちました、痛烈な打球、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目の、低めのボール、逆方向へ打ち返された当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。6対0になりました。ここで一発を浴びてしまいました。その際一気に6点と突き放されました。左バッターだったんですがレフトスタンドに運ばれてしまいました。完璧に捉えられてましたよね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点になるかもしれません。さあ初球は何か、初球ボール、低めはこれは入っていました。セカンド取る、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズソロホームランで追加点を挙げています。6対0 DeNA ベイスターズリード広がっています。さあそしてここからはラッキーセブンマリーンズの攻撃に入ります。小宮山さん、無失点に抑えられていますのでまずは1点欲しいところですよね。まあそうですね、とにかく点を取らないことにはどうしようもない。さあその1点取ることができるんでしょうか。今ブルペンに電話しています。ブルペンの様子を確認しています。初球ボール、アウト、バッターボックスは4番矢部、まずはワンアウトを取っています。初球わずかに外れてボール、スピードボールを持っています。さあ2球目は何か、低めはこれは入っていました。ここは150キロを超えてきます。さあ3球目は何か、インサイド打ちました、強い打球、これはスタンドへ入りそうです。入りました、ファールボールです。いや、よく見ましたね、素晴らしい選球眼ですね。ファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち、ヒットが出ます。ツーアウトランナー一塁、6番バッターヒデ、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。
ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ、ここは狙いを決めてそれだけを打っていく感じですね。なるほど、そうですか。出ましたがマリーンズ得点には至りませんでした。7回終わって6対0ベイスターズ大量リードしています。ゲームは8回に入ります。ベイスターズの攻撃、打順は8番下野。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。マリーンズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ小宮山さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、この終盤に点を与えないことですよね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の内。内ストレートを続けてみてもいいかもしれませんね。なるほど。ここもファウルです。これもファウル。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。この回ベイスターズ三者凡退です。6対0ベイスターズ大量リードしています。
回の裏、ベイスターズに選手の交代がありました。セカンド石川に代わりまして、8回の裏、7番から始まるマリーンズの攻撃。バッターは伊集院。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。マリーンズ点差が離されて8回の攻撃を迎えます。西さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。もう終盤ですから、ここで得点しないとちょっと苦しいですよね。残された攻撃はあとわずか、勝敗の行方はどうなるんでしょうか。アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番達也。まずはワンアウトを取っています。変化球できました。ボールになります。落ちる球にバットが回ります。打ちました。これはどうだ。センターへ投げる。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは9番岡村。ヒットでランナーを一塁に置いています。はい、バッターボックスには代打のフーラ。さあ西さん、何とかここは意地を見せたいですね。いや、きっちり役割をね、果たしたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。いきなり牽制、セーフ。初球大きく外れています。スピードボールを持っています。一塁牽制、一塁はセーフ。一塁牽制、セーフ。高め打ちました。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。切れました。ファウルボール。田中セカンド送球、セカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。8回終わって6対0、ベイスターズ大量リードしています。9回、マリーンズに選手の交代がありました。小宮山さん、状況的にはかなり厳しいと思うんですが、いかがでしょう。援護がないのはかわいそうですけど、もうあとゼロで抑えて打線の奮起を待ちたいですね。そうですよね。野球は最後までわかりません。初球ボール。次が2球目、内へのボール外れました。ボール先行です。3球目は何で来るか。ストライクになります。打ちました。孫。
とワンアウト。さて小宮山さん、バッターに対してバッテリーの思惑はどんな感じでしょうか。まあそうですね、早いカウントから打ってくるタイプではないですから、ストライク先行でいいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、そうですか。これは手が出ないか。ノーボール2ストライクです。内へ持ってきましたが外れました。打ちました。ファウルになります。引っ張った。20位、一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス筒香。2アウトランナーありません。初球空振りです。入れてきました。ノーボール2ストライク。さあ4球目は何か。1球目はボール。さあ勝負ですね。ゾーンギリギリにいいボールを投げ込みたいですね。はい、引っ張った。これはどうか。ファウルになります。ボールカウントは2ボール2ストライクです。打ちました。これはどうだ。ショートうまくさばいて一塁アウト。スリーアウトです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。6対0ベイスターズ大量リードしています。無失点の好投でここまで来ました。西さん、ついに最終回を迎えてしまいました。いかがですか。いやー本当ですね、まあ、ここまで来てしまいましたけれども、まあ、最後にね、なんとかしてほしいですよね。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。空振りになります。何で来るか。引っ張った。ライトに上がった。この打球はフライになっています。上がりすぎました。ライトが取りました。2アウトです。打順は3番ソン。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。2アウトになっています。3
最後のバッターになるのか、それとも次につなぐことができるのか。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。これで3アウト、試合終了になりました。相手ピッチャーの前に手も足も出ず完封負けを喫しました。千葉ロッテマリーンズは屈辱の黒星となりました。西さん、今日は打線が完全に封じ込められてしまいましたね。振り返っていかがでしょう。まあとにかく今日はピッチャーが良かったということしか、まあ、言いようがないでしょうね。まあ相手を褒めるしかないですね。勝った DeNA ベイスターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで QVC マリンフィールドから失礼いたします。